長宗我部元親、土佐の黒人から四国をほぼ統一するまで成り上がった人物である。武勇に優れ、人事に厚い名君と評される人格者であった。1587年のあの日が訪れるまでは。チャプター1、姫和子から鬼和子へ。1539年、土佐の国高知県にある長宗我部家の嫡男として元親が誕生する。元親が生まれた頃の土佐は7つの有力豪族が存在する混沌とした状態にあった。長宗我部家はその中でも最小勢力であった。ぐぬぬ。そんな長宗我部家にとって元親は待望の男子であり、家を盛り立てる存在として期待されていた。長宗我部家はこれからだの。だ。しかし幼少期の元親は色白で寡黙、引きこもりがちな少年であった。な、軟弱。長宗我部家はもうダメかもしれん。父国親は元親の軟弱ぶりに落胆したという。ほとんど喋らないし会釈もない。基本引きこもってばかりだ。姫はこの軟弱ぶりには驚くばかりだ。周囲の者からは姫はことからかわれていた。元親は親や家臣から期待されずに育っていく。そんな元親への評価はある戦いを境に一変する。初陣、長浜の戦いである。元親の初陣は22歳の時、当時は15歳で初陣を飾ることが多く、かなり遅めの初陣であった。あの、はい。これってどうやって使うんでしょうか。今これから合戦なのに今聞く？ちょっとわからなくて、教えてもらってもいいかな。あんた一応大将だよ。槍は敵の目と鼻をつくようにして使います。うんうん、なるほど。合戦前に槍の使い方を聞くその姿は周囲を大いに不安にさせたという。終わった、今日は負け戦だ。こうして始まった長浜の戦いだったが、元親覚醒。つく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 。元親さんすげえ。元親の鬼神のごとき活躍もあり、長宗我部軍が勝利、数的不利を覆す大勝利であった。元親さんマジですごかった。槍で敵を突き伏せまくってたよな。なんかもう鬼かと思ったもん。姫和子じゃなくて鬼和子だよ。この戦いにより元親の評価は一変、姫和子から鬼和子と呼ばれるようになったという。元親のやつ立派に育ち上がって、長宗我部家はこれからだ。長浜の戦いから間もなくして父国親が病死する。ああ、これからだったのに。父の死後、元親が家督を相続。父上の言う通り、長宗我部家はこれからだ。元親は勢力拡大を目指し行動していく。1568年、土佐中部を平定。1569年、土佐東部を平定。そして1575年、最大勢力だった一条家を倒し、土佐の国の統一を完成させる。次は四国制覇だ。土佐統一を果たした元親が次に目指したのは四国制覇であった。この後元親は大きな試練を迎えることになる。チャプター2、四国統一への道。元親が土佐を統一した頃、本州では織田信長が大きな力を持ち台頭していた。織田信長、今川義元を倒し浅井家を滅ぼした。正面からぶつかれば勝ち目はないだろう。元親は信長と同盟を結ぶことで四国での勢力拡大を認められる。こうして元親は讃岐、阿波、伊予への侵攻を進める。長宗我部軍は怒涛の勢いで四国統一への道を突き進んでいく。1580年までには讃岐、阿波の両国をほぼ制圧。やりましたね元親様。ああ、四国統一は目の前だ。しかしここで予期せぬ事態が発生する。土佐一国と阿波南部は認めるが、
それ以外の土地は返上せよ。な、元親の四国侵攻を容認していたはずの織田信長が急な方針転換を行う。何様のつもりだ。ここまでやってきたのは我らの力だぞ。元親は信長の要求を拒否する。こうして元親と信長は対立していく。四国を攻める。信長は四国侵攻のための軍を編成し、四国へと向かわせる。兵力差は明らかであり、長宗我部家は滅亡の危機に陥る。そんな時、日本史を揺るがす大きな事件が起こる。1582年、本能寺の変。織田家家臣である明智光秀の謀反により、織田信長はこの世を去る。本能寺の変により織田家家中は大混乱。こうしちゃ俺引き返すぞ。四国侵攻のための織田軍は解体され、元親は危機を脱した。今が好機。元親は中央が混乱する中、四国統一への道を再開する。本能寺の変から約3年後、元親は四国全土をほぼ統一することに成功する。元親が47歳の時である。父上、ついにここまで来ましたね。ああ、信親よ。お前に大きなものを渡せそうだよ。しかし、勝手は許さん。信長に代わり天下人への道を歩んでいた羽柴秀吉は元親の躍進を見逃さなかった。わしの元に下れ、くだらないものは成敗する。秀吉は長宗我部軍に対し10万の大軍を編成。秀吉は宇喜多秀家、黒田官兵衛らを讃岐へ、小早川隆景ら毛利勢を伊予へ、そして羽柴秀長秀次を阿波へと派遣する。秀吉の軍10万に対し元親の軍は4万、多勢に無勢であった。長宗我部方の城は次々と落とされた。くっ、これまでか。元親は降伏、秀吉への臣従を決める。その結果、阿波、讃岐、伊予は没収、土佐一国のみを許された。土佐一国、振り出しに戻ったか。しかし命は拾ったな。ええ父上、我らはここからです。それから約1年半後、元親は生涯最悪の日を迎える。チャプター3。1587年。1586年、元親は嫡男の信親と共に秀吉の九州征伐に参加し、島津軍と戦おうとしていた。そこで悲劇が起こる。わしら本隊が行くまで待っておれ。体勢を整えた後、一気に島津を叩くぞ。秀吉は九州征伐に関して持久戦を指示していた。秀吉様は持久戦を考えているようだな。うむ、我らも秀吉様と同じ意見だ。いや、出陣するぞ。な、功を焦る戦国秀久の独断により出陣が決定してしまう。その結果、島津軍の猛反撃により戦国秀久は敗走、長宗我部軍も大打撃を受ける。元親は命からがら落ち延びることができた。しかし、信親は無事か。1587年、嫡男信親はこの戦いで討ち死にしていた。22歳という若さであった。嘘だろ、信親。最愛の息子である信親の死により、元親は覇気を失い、人が変わってしまう。そして、長宗我部家は滅亡に向かっていく。後継者は森親にする。信親の死後、元親は四男の長宗我部森親を後継者に指名。元親様、それはいけません。次男の親和様も、三男の親忠様もいるのですよ。四男の森親様では納得しない者も多くいましょう。後継は森親だ。納得できない者も切腹させる。元親は森親の家督相続を強行、反対した者は容赦なく粛清した。父上は変わられた。私にはもう父上のお考えがわからない。同年、次男の親和がこの世を去る。死因については諸説ある。家督相続をめぐるショックで病気になったとする説や、自ら命を絶った説など、
真相は不明である。それから十数年後、1599年元親は体調を崩し、そのままこの世を去る。享年61。1600年三男の親忠が弟の森親により殺害される。1615年大阪の陣にて敗北した森親は処刑されてこの世を去る。こうして大名としての長宗我部氏は滅亡した。元親が四国を統一してから30年後のことである。長宗我部元親、土佐の国人から四国をほぼ統一するまで成り上がった人物である。武勇に優れ、人事に厚い名君と評される人格者であった。今日の名言、人間は生き、人間は落ちる。そのこと以外に人間を救う便利な近道はない。坂口安吾、堕落論。次回の日本史漫画は、全てを失い復活を果たした男、戦国秀久の生涯。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。